あのこうしててって言ったかのような綺麗な街姿。この交渉してるとこ使わないで。交渉してるとこ一番ダサいから使わないで。どうも藤森です。さあ、ケイ君。はい。今日はこちら茅ヶ崎サザンビーチにやってまいりました。おお。はい。なんで？なんで？なんで？夏だからでしょ。まあ気持ちいいね。夏来てんのよ、ケイ。来てますね、もうこれ。ああ、久しぶりだしね、ケイ。いや、すごい久しぶり。最近ずっと孤児と来てたけど。はい。もうケイちゃん、夏来てんのよ。で、もう何が言いたいかって、うん、乗り遅れんなって話。置いてかれんぞって話よ。夏逃がしたら。乗りに来た。わかる？はい。夏って毎年来るようで、その年の夏は1回しかないからね。そう。ああ、そう。忘れられない夏にしないと。もう取り返しつかない。もうこっちももう来年40 最後、30代最後の夏はもう今年今日だけなのということで、はい、最後の夏にしたいと思います。はい、今日はデート企画。おー、はい、久しぶりなんですけども、うん、森のニーナちゃんを、おー、はい、もう半ば強引にですね、引っ張り出しました、都内から。はい、はい、ここの茅ヶ崎サザンビーチで、待ち合わせをしましょうと、うんうん、いうことで、お誘いしてます。いないですね。いや、あの場所はもうね指定してあるんですけど、はいはい、すごいっすよ、見てあっちの人すごくない？めちゃめちゃ夏してるっしょ、もうみんな俺乗り遅れてるから、だってまだ上来てるからね。ちんたらしてたら、これ見てる視聴者さんもそうよ。夏乗り遅れんぞって話。泳ぐんですか？いや、泳ぐとかじゃない。夏っつったらさ、え、夏っつったらもうビッグな恋でしょうよ。ビッグな恋しなきゃ夏終わんねえよ、はい、ということで、うん、今日はもうビッグな恋。やっぱり今現実世界だと私ビッグな恋なかなかできないんで、もうちょっとこの YouTube の力借りて、はい、強引にニーナちゃんと夏の茅ヶ崎サザンビーチでと。おで、今日目的はもうただ一つ。最近ずっともうね長いことやってねえなと思ったんだけど、うん、あの砂浜でさビーチでさ、これよ、これ。パシャ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 したい。パシャパシャを今日の企画、ニーナちゃんとパシャパシャがしたい、もうこれだけ。なるほど。ニーナちゃんには何も伝えてませんので、もう行ったらそのままマイク渡して、そのままロケスタートします。はい、で、このね、サザンビーチにある堤防の先端で待っててって言ってあるから、もう待ち合わせ場所としては最高よ。ということで、早速行きたいと思います。もう日差しの中待たしちゃって悪いから、行こう。この先の堤防の先端で待っててって言ってんだけど、多分だけど、絶対にあの子だよね。めちゃめちゃ彼女感強いんだけど、見える？ね、堤防の先端にひときわなんかオーラを放つ日傘の、おい、夏来てんぞこれ。ちょ、マジであれ絶対そうだよね。ドラマの待ち合わせじゃん、あれ。ねえ、絶対。え、なんかもう相乗りかなんか始まるぜこれ。いや、もう登場感すごいですなんかもうさ、あのこうしててって言ったかのような綺麗な街姿。え、絶対そうじゃん。ちょっと行こう、もう待たしちゃってるから。ちょっと押さえといて、この綺麗な街姿。こんな綺麗なことある？こんな綺麗な街姿ある？ニーナちゃん、お待たせごめん、マイク、あ、これ持っとくね、はい、ごめんね、いきなり来てマイクつっても失礼なあれだけど、傘持っとくから。お待たせ。あ、お久しぶりです。ありがとう、こんなごめんね先端で。ああ、もう最高の待ち合わせ場所です。っていうか、あの待ち合わせ史上最も美しい待ち合わせでした今。だってずっとドラマチックです。なんでこっち向いてたの、こうやって。あの船が船見てたの？はい。なんてロマンチックなのね。
船見よう、先端から船見よう、ニーナちゃん。すげえ楽しいんだけど、俺もう今。ごめんね、なんか俺だけテンション上がっちゃってごめんね。気をつけて、ここ、はい、先っちょ。これ千鳥さんだと落ちるパターンだけど、今日そういうのやんないから。危ない。うん、すっごい。イメージカット撮っちゃって、もうケイちゃん今日。いや、久しぶりだね。久しぶりですね。ちょうどここに真正面に向かってきてびっくりしてたんですよ。すごいね。うん、ありがとう。今日はあのちょっと 無理なお誘いを。いや、もう楽しみです。海は、はい、いつぶりですか。今年1回だけ、はい、夏じゃない時に来ました。あ、そうなんだ。はい、それは何、お友達と。ワンちゃんのお散歩とか。あ、ワンちゃんとだ。はい、じゃあもういわゆるこういう形で、うんうんうん、男子と一緒にこう来るっていうのは久々。あ、そうですね。ありがとうございます。ほぼ初めてです。ほぼ初めて。あの2人きりとかは。2人きりじゃないけど。はい、いや、もう K のことは忘れてください。今日はね、本当に了解です。はい、じゃあちょっと今日夏、はい、楽しんじゃおう。あ、楽しみましょう。なんかいろいろお店とかもあるし。うんうんうん。あ、大丈夫ですか。まあまあ波高いんだね。そうですね、ここびちょびちょ。じゃあちょっと歩く。はい、歩きましょうか。うわ、嬉しい。すごい、海の家。デートやん、もう。で、そうですね。これもデートということでよろしいですか、今日は。はい、デートしましょう。あ、嬉しい。ありがとうございます。暑いね。大丈夫ですか。俺全部、もう全部紫外線は全部ブロックして、これ腕も入れて。あ、はい。すいません、ごめんなさい、もうデートしてますんで。ありがとうございます。男性諸君、デートしてますんで。すごいギャラリーが。お、男子たち、俺デートしてんだよ今日。羨ましいだろ。ありがとう。いやー、これすごい ねてか、あっちすごくない、海水浴客の人が。若者がいっぱいいる。 あそこなんかフィリピン人の団体でしたね。あ、そうなの。あそこみんなね、なんかやっぱもう結構さ、テント張ってさ、はいはい、みんないっぱい来てんだね。ねえ、バーベキューもしてるよ。すごい、あちぃ、熱い。なんか飲み物でも飲んでるから、まずとりあえず大丈夫か。あ、そうですね、お水も。まあでもちょっとさ、はい、俺も久々に海来たし、ちょっと歩こうか。はい。でも海の家ちょっと覗いてみる。はい、やばい。レナがタガログ語で、うん、生で見るとかっこいいって言ってました。え、フィリピンの方。あ、そっか。そうか、ニーナちゃんフィリピンの言葉わかるから。あ、そう。え、俺のこと知ってるかちょっと聞いてみて。あ、キララドニョポーシャ、キララナメシャ、キララナメシャ、ハーフポ。あ、ジャパニッシュか。何個、あの、フィリピンナポ。すごいね。何て言ってんの。あの、なんで喋れるのって。まずニーナちゃんがなんで喋れるの。でもみんな俺のこと知ってるのかな。知ってるよ。知ってるの。知ってるよ。ありがとう。知ってるよ。日本語通じた。誕生日だから。みんな俺デート中だからさ。誕生日。俺デートしてんだよ。なあ、ちょっと写真撮るけど、デートのあんま邪魔しないでよ、みんな頼むぜ。ありがとう。すごい、みんな礼儀正しい。ありがとうございます。デート中だからさ、ありがとう。バイバイ。そっか、タガログ語喋れんだもんね。そう、まあ、向こうの学校にずっと行ってて。はいはいはい、そうか、びっくりした。で、なんか言ってたの、それが聞こえたの。あ、そう、なんか、うん、わー、生で見たらすごいかっこいいって言ってました。そんなこと言ってくれてたの。言ってましたよ。めちゃめちゃ嬉しい。タガログ語でありがとうってなんて言うの。サラマッポ。サラマッポ。サラマッポ。え、全然反応ないんだけど。いや、ほんと全くシーンだったけど今。サラマッポ。いや、誰も反応ない。いや、ほんと。サラマッポって。サラマッポ、座ってます。ありがとうございます、ね、逆だったら急にみんな冷たいじゃん。どういたしましてって言葉がないんですよ。あ、なるほどね、うん、だからみんなありがとうって言ったらそのままどういたしましてがないから、こうやって普段だ。
多分 OK とかそういう感じになる。超面白いじゃん。うわすごい。俺さ、もうビーチ、何年ぶりだろこんな風に来たの、ね、ちゃんとビーチです ね大丈夫、これ持ってよかな、ちょっと両手が、両手塞がっちゃってると万が一砂浜で転んだらさ、すいません、もういつでも傘を離さない。いや傘は絶対刺そう。すごいすごい。藤森さんも本当熱中症になっちゃいますよ。大丈夫よ、大丈夫ですか、うん、俺あの2リッターぐらい水今日持ってきてるから。あ、そうなんですね、うん。いやすごいすごい、見てこう、ほんと海水浴今結構いるんだね、うん、すごい、ちゃんとみんなテント持ってくるんですね。まあ日差しやっぱ強いからね、うんうんうん、さすがに。いやすごい楽しい。なんか水着持ってくればよかった。確かにビーチで水着着てなんてもう長らくしてない。いやもう全然、もう多分、うん、5年してない。5年、あ、4年はないですね。いや俺ももう海水浴自体は全くしてないもんね、うん、うん、男子でなんかすっごい人いるけど。やばいやばいやばい。なんか男性の方が多くないですか。やっぱ海って基本ほら男子多いから、みんなあの、あ、ね、ナンパしに来るかな。でもナンパする人が少ないっていう。そうだね、やっぱ、はい、やっぱ男子の方がちょっとだけバカなのよ。うん、俺は男子だから分かるんだ気持ち。ちょっとだけみんなで集団で来て、はい、結局何の収穫もなくまた男だけで帰るっていう。それも楽しいんですね。そうそうそう、もうそれがいいのよ、それが楽しいの。おい、おい、フジモンは顔でかいからやろ。おい、まだ結構やばいよ人が。確かに確かに、こっち大丈夫ですか。何これ、ライブかな。海の家だ、海の家。じゃあ白いよ、白いね、やっぱ俺茅ヶ崎来たら白いね。白いね、白い、みんなやっぱ焼けてるもん。そうですね。うわすごいすごいすごい、わなんか焼いてるように。いやじゃん、ほんとだ、バーベキュー、バーベキューの海の家なのかな。おしゃれ。わライフセーバーさんもいてくれて安心だね。安心ですね。この海岸はこれはなんか串焼いてるよ。美味しそう。美味しそう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。これすぐ食べれます。はい。すぐもう焼けてます。焼けますよ。美味しそう。なんかせっかく来たからちょっとなんか買って帰ろうかな。3本ください。3本で。あれです。はい。大ファンです。大ファン。ありがとう。吉村さんと藤森さんが一番好き。ありがとう。よくゴルフ行ってるからね。吉村さんとね。すいません。このサービスで。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。すごい、なんか思った通りの声だ。本当？よかったよかった。ありがとうございます。ごめんなさい、ありがとうございました。店でも待ってますね。はい。皆さん、ありがとう。ありがとう。ごめんなさい。撮っていいですか？いいよいいよ、じゃあ今もうシャシャッとパチャッとパチャッと撮っちゃう。焼き鳥。ごめんね、ニーナちゃん。これ持ってます。はいはいはい、イエイイエイ。はい、かわいいね。イエイ、ありがとうございます。はい、ありがとう。これもいいっすか？ちょっと、もう行くから、適当に撮ってもう、俺もいいっすか、デート中だから、俺デート中だからさ適当に撮って。映っちゃいますよ。適当に。こんにちは。はいはいはい、写真ですか。うん、適当に撮って、デート中だから。ごめんなさい、デート中だから適当に撮ってね。ありがとう、ありがとう。ね、やば、かっこいいですね。ちょっと、じゃあここまで、ここまでね。かっこいい。うん、もうデート中だから俺。はいはいはい、はい、おしまい、はいおしまい。すごい、ごめん、学校に来たみたい。すごいね。え、そう、でも大人たちだよ、みんな。あ、そっか。まあでも、なんだろうね、こういうのもありがたいっちゃありがたいんですよ。そうですね、こういう仕事してると。うんうんうん、やっぱり。え、ありがとう。あっちゃん、あっちゃんは相方なんだよね。あ、そういう、そういう間違いじり。でももう、いちいち否定しない、そういうのは。じゃあ、あのテトラポット行こうか。あ、そうですね。ちょっと落ち着こう。うん、ちょっと、すごかったね。え、すごかった、人が。人がすごくて内心俺もドキドキしてたから、あの、ドヤンキー来たらどうしようとか思ってたけど、でも意外とみんな優しい人が多いから。確かに。あの、茅ヶ崎ってさ、はい、ちょっとなんか大人な雰囲気だよね。うんうん、あの、江ノ島とか行くともうちょっとパリピが多いって聞きました。パリピでちょっとやっぱやんちゃ系多いけど、うんうん、茅ヶ崎はね、うん、やっぱちょっと落ち着いてるから。
そうですね。やっぱいいのよ。ちょっとニーナちゃんごめんね、結構ただただビーチ歩かしちゃった。いえいえいえ。ちょっと座って。はい。あ、すごいなんか椅子みたいになってる。ちょうどいいじゃん。切り株テトラあるじゃん。切り株テトラ。テトラ。え、すごい。これは自然にできたんじゃないですよね。これ自然じゃないですか。可愛いとこあるね、そういうちょっと天然な可愛いとこ。何この向き合いスタイル、可愛い。まず。てか、よく考えたら、この暑い海来て、てか焼き鳥とチョイス全然違ったわ。藤森さん、飲み物。飲み物も忘れちゃってるし、やっぱもう人いっぱいいたからもうパニクっちゃってたよね。お水持ってないんですか？お水も持ってない。もう俺は倒れます途中で。ちょっとせっかく茅ヶ崎来たから。どう？今やめとく？あ、食べます。食べる？これ皮とあれかな。うわ、デートしてる俺。美味しそう。ちょっといただきます。タレだよね、気をつけて、はい、タレ。うん、おいしい。うん、うん、よかった。あ、うまい。うん、さすが。さすがちゃんとした焼き鳥屋さん。いや、よかったよ、うん、今年夏海一回来れて。もう何でも来てなかったし、コロナもあったから。うん、うん、うまい。うん、汗かくからいいですね。塩気があって。そうね、塩気取っとく大事ね。うん、きっとせっかくだし、うん、これ柔らかい。ちょっと話になっちゃうかな。暑いですよ。暑い。暑い。でもだってなんかめちゃくちゃ暑いですよ。ちょっとさ、ちょっとやっぱ水感じたいじゃん。せっかく海来たからさ。うん、うん、なんかこのまま海入らずじまいで帰るのも寂しい。確かに。入れますか？え、ニーナちゃんも入ってくれんの？足までなら。いいの？はい。じゃあ行こう。あ、行きますか。はい。食べてからで大丈夫。はい。いや、すごい。うん。やっぱ海辺のカフェとかでゆっくりしたかったね。ビーチはやっぱ歩いてたら本当暑いだけだ、うん、でも楽しかった、うん、楽しかったです、うん、茅ヶ崎サザンビーチの端から端まで歩いただけだったけど、うん、楽しかった。すごいし出没、なんかモンスターがゲームの中で出没するみたいでしたね、はい、入れ食いみたいです。すごかったよね。めちゃめちゃ来たよね。めっちゃ消費される、うん、楽しかったけどね。やべえ、俺本当にめっちゃ暑いです。久々の海。うえー、いいよ。あっち、俺さ、やっぱちょっと砂浜走るやつやります、ね、やってみたいんだよね。どこからどこ走ります？あ、こっから海の方まで走ります、ね、追いかけていい？いいですよ。うん、この交渉してるとこ使わないで。交渉してるとこ一番ダサいから使わないで。ほら、ニーナちゃん海だーっつったらパーって、はい、走って、はい、交渉してるとこ使わないでよ絶対。ちょっと水感じてみる。感じますか？ちょっと行ってみよっか。どこまで走ったらいいんですか？海のとこまで行ってみる。海のとこまで走ります。ちょっと夏してみようか。はい、行ってみよう。走っちゃおう。待って、え、めっちゃ楽しいんだけどこれ。ねえ、ニーナちゃん靴大丈夫？あっつ。これちょっとこれ入れる。おお、すごい。ちょっと見て、気持ちいい。こういうやつ、こういうやつ。シュやべ、楽しい。ニーナちゃん、もっと来ていいよ、もっと来ていいよ、バスチャーって。うわー、楽しい。うわー、すごい、気持ちいい。気持ちいいわこれ、マジで気持ちいい。すごい、本当に、うん、めっちゃ気持ちいい。あー、やっぱ海いいね。海入りたいですね。最高だねこれ。うん、泳ぎて。いやー、ごめん、ありがとう。あ、もうごめん、なんかすげえ濡れちゃった。大丈夫ですよ。はぁ、最高、最高。もうひなちゃん
俺もう最高の夏の思い出できたかもしれない。いや楽しかったです。もう今年一笑いました。マジで楽しかったです。うん、ありがとう。こちらこそ。ちょっと足あっちで洗おっか。あ、はい、うん、あとニナちゃんのチャンネルこの後、はい、撮ります。撮ります。うん、ニナちゃんのチャンネル絶対見てね。はい、この後はもう海とかじゃなくてちょっと落ち着いたところでやります。はい、みなちゃんありがとう。はい、ありがとうございます。恋愛トークします。恋愛トークするから。恋愛トークします。ようこそフィレッジへ。